福良コーチと話をしていますが、栗山監督、まあ、気持ち沈めるのが大変でしょう。この投球で只野が加藤に対する危険球で退場ということになりました。まあ、危険球のルールを見ますと、ピッチャーの投球が頭のあたり、あるいは顔面へのデッドボール、もしくはそれに準ずる投球がなされた場合ということで、これ古田さん、それに準ずるということ、はい、ただデッドボールでランナー出てますよね。ランナーが出てるってことは頭に当たったとアンパイアが判断したんですけど、まあ、正直当たってないから誤審ですね。しかし